しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます。 NBC 村山ひとしです。しゅうちゃんこと船橋修一です。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社、九州教具株式会社の社長しゅうちゃんこと船橋修一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺いますよ。新年度、大村市にあります九州教具の社長室からお送りしております。はい、引き続きお邪魔しています。今日もよろしくお願いします。若きビジネスマンに贈る言葉ということで、不可能はないから始まりまして、先週は大人になったらなりたいものランキング、小学生男子の1位が会社員でちょっとショックだったというお話にもなりました。ね、はい、そのお話の続きを今日はしていただきたいんですけれども、はい、まず先週言ったようにですね、会社員といってもいろんな仕事があるからですね、 そうでした。それを総称して会社員と言ってることは、やっぱり安定、今の不安定なこのコロナの世の中で安定を求めてるのかなって気はしたんです。親心もそこに、ね、加わってるだろうなというお話もありましたね。あるでしょうね。でここで頑張れっていうのはね、身も蓋もないことなんですけど、はい、やっぱりこれを科学的にロジカルに考えてもですね、未来の安定を求めるっていうのはこれナンセンスなんですよ。あら、どうしちゃいますと。だって未来はコントロールできませんから、はあ、今もコントロールできませんからね。コロナ禍はそうですね、はい、でこのコントロールできない未来に安定を求めるっていうのはこれナンセンス、論理矛盾です、はあ、で実質的に安定した人生を送りたければ、はい、今不安定な中にいろいろ身を置いて、ええ、その中で自分自身を検証していくってことをやらなきゃいけないですよね。自分自身を鍛えるということですか。そうですね、そこまで大業にこう構えなくてもいいかもしれませんけど、このコロナでよく分かったことが一つありますね。何でしょう。本当に大事な仕事、はい、僕エッセンシャルワーカーって言葉はあまり好きじゃないんですけど、ええ、その仕事に人が圧倒的に足りなかった。具体的に言うとどんなお仕事でしょうか。例えば看護師さんであるとか、ホテルで清掃される方とか。あ、現場で働く、はい、現場で働く方です、ええええ、建設作業の方もそうでしょうし、ゴミを収集される方もそうでしょう、はい、こういう人間しかできない仕事は実は足りなかったと、はい、ということはですね、これ世の中が見える化しているわけですから、人間しかできない仕事はまだ山ほどあるということです。はあ、というか今かっこいいと言われてる仕事、はい、例えば僕みたいな経営者もそうかもしれないけども、それはおそらく AI 化、機械化される余地が大変大きい。はあ、ですからそういういわゆる今かっこいいと思われてる仕事は昭和の時代の理想ですよ。しかし今現実問題必要な仕事は人間しかやれない仕事にスポットが当たってるわけです。ではそれをですね、若いうちからやってみる、はい、それが一番大事だと思います。よらば胎児の影みたいな考え方があるという話は先週もしましたけれども、はい、今からの時代はそうじゃない。そうですね、お父さんお母さんは安定を求めるかもしれないけど、お父さんやお母さんとは時代が違います。子供は自分で生きなきゃいけないので、人間しかできない、汚れるかもしれない、暑いかもしれない、寒いかもしれない、そういうことを早いうちに経験する、それが大事ですよね。うまくまとまったところでお時間となりました。それでは皆様、また来週。